ほんまに風間の親父がそう言ったんか。ああ、うん。一体何が目的なんだ。事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうした、まだ痛むのか。いえ。兄貴、俺には何が何だか分からなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか。親父を撃ったやつなのに、どうして俺を。力也、お前は一旦沖縄に帰れ。え？俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でもいいから言うことを聞いてくれ。今まだあの A の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰って先や朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。わかったか。はい。どうした。何、白鵬会の会長が。おい桐生、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさか神室町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは。ああ、すみません。実は今回のごたごた、うちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任？ええ。すました顔しとんじゃ、大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ、おーくれ。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。しゃがじゃボケ、おのりがチンタラしとるから。キリュウのアホがうちに攻め込んできたやろが。幹部会で言ったでしょ、別に俺はキリュウさんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩吹っかけるようなことするからこんなことになるんです。はぁ、おのれみたいな西洋かぶれの説教なんじゃ聞きたないんじゃこらぁ。おらおい、峰、おのれんとこの兵隊と金、うちに回せ。それで俺がキリュウの首取ったら、そうなったら俺が七代目や。お前も若頭ぐらいにしたら。本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみやこら。あなたが今壊したコレクション、全部で10億は下りませんよ。それがどないして。おのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない、
その価値がわからないことが問題なんですよ。なんやと、成り上がりの分際で、うん、あなたに一つ言ってなかったことがあります。私こう見えても結構強いんですよ。みんなあんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんに義理通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。おい、ミネ、おい、ミネ、ミネ。神田のような男、必要以上に大きくしてしまったのは私です。手洗い方法を取りましたが、錦山組の一件、これでけじめとさせてください。私は今のうちに東条会の直系を集めて事態の収拾を図ります。浜崎に関しても白鵬会で行方を追っています。まあ探したところで見つからないでしょうけど。奴の行き先に心当たりでもあるのか。ええ、おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだ。ジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカが。どちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう。私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりです。そうか。桐生さんは崩壊しかけた東条会にとって今一番必要な人です。くれぐれもお体にお気をつけて。それでは。ミネ、お前はそういう教育をされたのか。どういう意味ですか。うちわの落とし前、大吾がそんなつけ方を命令するかってことだ。多分しないでしょう。だったらお前。だが命令する大吾さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに桐生さん、こういう事態を招いた責任あなたにもあるんじゃないですか。大吾さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。自分が背負った立場が分かってない。ボランティアでもされている気分なんでしょうね。意味のないことを。偽善だ。何？とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私は大吾さんの意思を継いでいるつもりですよ。ミネ、お前。つまり私の行動のすべては東条会の未来のためにあるということです。大吾さんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものはすべて排除します。たとえそれが身内であろうと。私には分かりません。
どうして大吾さんがあなたみたいな人を大事にしているのか。ミネ、お前何か見失ってるぜ。何をです？それは俺がいつか教えてやる。あなたから教わることなんか何もありませんよ。そうだな。キリュウ。それじゃあな。ほな。兄貴、兄貴、待ってくださいよ。兄貴。
兄貴。そうだ。防衛大臣のタミヤだ。タミヤだと。俺が沖縄の件で堂島大吾と関わりがあったということは知っているな。ああ。一年前にあんたの秘書の東馬から聞いている。そうか。だが堂島大吾が倒れた後、東条会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった。それで俺は急いで BMD 基地拡大法案を通さなければならなくなった。どういうことだ。あんたが法案を通そうとしたからリゾート開発が再開したんじゃないのか。想定外の敵が仕掛けてきやがったんだよ。それで俺も動かざるを得なくなったんだ。それで一体俺に何の用なんだ。あんたに頼みたいことがある。リゾート開発を再び止めるということか。そうではない。だが結果的にはそうなる。何を言ってるんだ。リゾートと基地拡大はワンセットなんだろう。リゾートがなくなればあんたの法案も通らないぞ。ことはそんなに単純じゃないんだ。とにかくあんたがまだリゾートの土地買収を止めたいと思っているなら議事堂まで来てくれ。議事堂だと。いや、ミレニアムタワー前に迎えをやるから、その車に乗って俺のところまで来てくれ。いいだろう。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。あの、あざーす。
ほら。そうよ。桐生さん、桐生さん、やめてちょうだい。嫌だわ。ねえ。そうよ。
スイッチ、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 邪魔だ。あら、
ありがとうございます。事件が起こったのは夜遅く。閉店後、従業員たちが清掃作業をしている時間でした。事件の第一発見者は、ウェイターの木下さんという男性でした。当時、この店のウェイターだった明智雄一さんは、清掃作業の途中、店の裏のゴミ捨て場に行こうとしました。その途中、ロッカールームの前を通りかかったとき、雄一さんはわずかにドアが開いていることに気づきました。その時、ロッカールームの中では店長の小田さんとウェイトレスの宇佐美さんが抱き合っていました。その宇佐美という女性は雄一さんの恋人でした。雄一さんは恋人の浮気現場を目撃してしまったんです。怒った雄一さんはロッカールームの中に入り、店長の小田さんにつかみかかりました。その頃、ウェイターの木下さんは客席の方でずっと清掃作業を続けていたんですが、雄一さんがなかなか戻ってこないことを不審に思って様子を見に行きました。すると木下さんは店の裏口から出ていく雄一さんの姿を見かけました。直後、木下さんはロッカールームのドアが開いていることに気づき、中を覗いてみたところ、
そこには頭から血を流して死んでいる店長の小田さんの姿が。警察の調べによると、死因は頭部打撲による脳挫傷。凶器は遺体のそばに落ちていた客席用の灰皿でした。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。道島の竜、キリュウカズマ vs ストリートファイト無敗、植松圭介。Yeah!
Ha!
Hurrah!
Take it.